日程第18、議案第31号、令和元年度伊豆市一般会計補正予算、第3回を議題といたします。これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。13番、西島信也議員。13番、西島信也です。議案第31号、令和元年度一般会計補正予算第3回について、質疑を行います。ここにですね、57ページであります、第3条債務負担行為補正ということで、旧天城農村環境改善センター旧天城温泉プールの解体工事令和2年度、9600万円、それでここには書かなかったんですけれども、補正予算にですね、令和元年度今回の補正予算に6400万円、出てるわけですね。同じやつが要するに1億6000万円かけて、環境改善センターと温泉プールを壊そうというわけですよね。1億6000万円もの大金をかけて。で、かけて壊して、それでどうするんですかということを、要するに解体工事後に、該当の土地をどうするのか。更地になるんでしょうけれども、これどうするのかお伺いをいたします。次に、3巻、ページでいきますと71ページですね。児童発達支援センター運営会議出席者報奨と、それからその下に費用弁償と、多分費用弁償は、上の出席者の費用弁償ということだと思うんですけれども、これにつきまして、この児童発達支援センターの運営会議というものはどういうものなのか、どういうことをしてどんな人が出てくるのかというようなことをお伺いいたします。以上でございます。ただいま次に答弁願います。市長。それぞれ担当する部長から答弁をさせます。それでは総務部長。それでは旧天城農村環境改善センターと旧天城温泉プールの解体後の土地についてでございますが、地域のにぎわいや活性化のために民間による活用を考えております。以上です。はい、次に健康福祉部長。健康福祉部長。はい、議長。私の方からは児童発達支援センター運営会議出席者報奨と費用弁償について説明させていただきます。支援センター、児童発達支援センターは、来年度4月に東こども園の横に併設するセンターですが、センターの施設が持つ専門機能を生かした地域の障害児やその家族への相談、そして児童を、障害児を預かる施設として援助や助言を合わせて行うなど、地域の療育支援施設となるように、昨年度から教育委員会の指導主事や、市の保健師、保育士を中心に勉強会や研修会、協議を進めて、現在まで来ておりますが、開設まであと6ヶ月を迎えるまでとなりましたので、
より専門的な方に入っていただき、具体的な協議を進めたいと考え、提案しております。その具体的に、協議を進めたい中では、医師ですとか臨床心理士、言語聴覚士や、学識経験者などの方にお願いしたい、7名程度の方に、6回の開催を予定して、今回、報奨費として18万5千円、それから費用弁償として4万3千円を補正でお願いしたものでございます。以上です。はい、それでは再質疑ありますか。はい、西間議員。それではね、再質疑をさせていただきます。債務負担行為補正、まあ、これに書いてないけど、補正予算の工事費が6400万円ですね。合わせてですね、さっきも言いましたが、9600万円と6400万円合わせて、1億6000万円のお金を使って、あそこを更地にしようと。で、総務部長さんがおっしゃったのは、なんかあまり聞こえなかったけど、にぎわい作りで、民間に、なんとかと、民間に売却するとはそうは分かりませんけどね。で、私が言いたいのはね、これをですよ、要するにまあ民間に売却したいかどうか分かりませんけど、まあ、売却っていうことをね、ちょっとおっしゃった気がするんだけど、売却するってことは、まあ、人手がたぶん、これがなんかね、あそこへですよ、市の施設として、何か福祉施設でもね、何か作るっていうだったら、それはね、壊して1億6000万円かけて壊してもいいですよ。だけど、これは東京ラスクに売っちゃうわけでしょ、売却しちゃうわけでしょ。いくらで売却するんですか。まあ、私のね、予想ですとね、まあ、面積がね、この、環境センターと環境改善センターと天城温泉プールの敷地4157平方メートルなんですよ。4157ね。それで前に不動産鑑定をしましたよね。1平米あたりいくらか9080円ですよ。合わせてね、これかければね、4000万円弱でしょ。1億6000万円かけてね、で、それを4000万円で売るんですか。これはじゃあね、計算が全然合わないと思いません。これ市長さんに聞いてるんですよ、市長に。1億6000万円かけて壊して、それをはい、サーチンしました。じゃあ買ってください。4000万円でいいですよ。おかしくないですか、これは。私はおかしいと思いますよ。で、それ言ってんね、おかしいかおかしくないか、市長にお伺いします。それからね、このことについて、2番目。去年のね、平成30年の2月にですね、覚書っていうのを作りましたよね、覚書。覚えてるでしょ、覚えてるでしょって自分じゃ作ったからあれでしょうけど、まあ議員の皆さんには覚書も配布してくれなかったけどね、まあ私は情報開示請求で取ったわけですけれども、これのね、農村環境改善センターについては平成31年3月31日まで公が使用、公っていうのは伊豆市が使用する、平成31年4月1日以降は公を協議より定めるものとすると、それから建物番号77っていうのは温泉プールのこと、公を協議によりできるだけ早い時期に定めるの、これ定めたんですか、こういうことを。なんかで、そういう定めたとか定めてないとか、そういうのは市独自で、要するに議会を通さないでね、そういうことをやってもいいのかっていうことですけどね。その2点、公を協議により定めるものって書いてありますけど、定めたんですか、定めてないんですか。定めてあったらどういうふうにされたんですか。
お伺いします。2点。答弁願います。はい、市長。こう申し上げます。まさにその全体のですね、公共施設のこれからの処理の仕方というものは大変大きな問題になってまいります。天城温泉プールを、あれを耐震をしてですね、それから作り直して、まあ、何億円かかけて、そして人口3万人の2つのプールを維持するのかということを検討したところで、結局伊豆市の市民人口規模を考えた場合にですね、公共のプールというのは一つが適正であろうという前提の上に立って今進めようとしているわけですね。同様に体育館も今、学校施設含めて市内に22の体育館があるわけです。22です。これを全部維持管理して建て替えて常に市民のその利用に供するのかということを考えると、やはりここはですね、市民の皆さんにもご理解をいただいて私有施設は整理せざるを得ません。その中で、今天城支所の一部のように、現状のまま使っていただく選択肢もありますけれども、しかし、これまでの間いろいろ考えてみますと、やはり企業の方は使い勝手が悪い施設というのは望まれません。その上に、利用制限がつき、そして、減額での売却とか減額での賃借ができないような状況においてはですね、むしろやはりこれ原則に戻って更地にしてですね、私有施設として処理をするという施設も出てくるんだろうと思います。その場合に使用するあてのないものは解体撤去は地主の責任ですので、そういった原則に基づいて整理しなければいけない施設もいくつか出てくるということでございます。はい、総務長。はい、市長。解体に至った経緯等の考えは今申した通りでございます。で、その解体費と、議員おっしゃられたその鑑定額との差、これにつきまして、まだ売却にするのか、賃貸借にするのかという最終的な方針はまだ決定してございません。今後、発注工事の方を予算化して、発注した段階で市の方でも検討していきたいと考えております。また、覚書につきましてですが、まず温水プールにつきましては、この覚書を締結したときには、まだ温水プールの用途廃止の議会でのお諮りをしてございませんでした。よって、そのような覚書の規定になっているわけですが、この改善センターと同じように、温泉プールの用途廃止が決定し、今回、取り壊しの予算をお願いするにあたって、まず覚書に基づく協議をしてございます。その結果、両施設とも使う可能性がないということで、市としてはいつまでも持ち続けるわけにいきませんので、今回解体するということでございます。以上です。再質問ありますか、西間議員。今市長からね、解体撤去の費用はね、地主の責任だということをおっしゃられたわけですけれども、いいですか。これはですね、相手が欲しいと言ってるわけですよ。欲しいと。ここの場所を欲しいと言ってるわけじゃないんでしょうか。欲しいと言ってるわけですよ。それだったらね、せめて解体撤去費の半分はね、東京らつきに出してもらわなきゃ。なんで伊豆市民の負担でね、東京らつきの、事業にね、協力する必要があるのかということなんですよ。なんでそんなことを考えないんですか、市長さん。ねえ。だって、これがいいですか？あそこのところで、そうですよ。例えば福祉施設なり何なりを、作るということだったら、伊豆市民だってそれは喜んで、ね、お金をこう出していいよということになるわけですけどね。東京ラスクのね、東京ラスクの企業利益のためにね、企業利益のためにね、やって、ちょっと黙ってくださいよ。本当に決まってないって、だってこれは、失礼、じゃあ大吉と言いましょうか。大吉と覚書をやってますよね。大吉と、東京ラスも、だってあんたって、失礼して、あんたなんて言わないけどね。大吉と覚書結んでんでしょ、大吉と。そうじゃありません。だからそういうところとね、そういうところの利益のためにね、なんで伊豆市民がこんな
1億6000万円も金を出さなきゃなんないですか。おかしいと思いませんか。それは地主の責任はいいけどね、誰も来る人はなくてね、それを応募するってやったらそういう仕事があるけど、来る人がね、ある時にね、なんでそんな1億6000万円も大金を使ってね、やるんですか。私にはとても信じられないけどね。それから、それ一つ、おかしいと思うか思わないか、ちょっと答えてください。それが一つ。それは建物の、まだ決まってないとかいう話になってますよね。それは、決まってないっていうか、これは議会の議決で決めるとか、どっかに書いてありますよね、この中に。覚書の中に書いてありますからね。どういう議会の議決で決めるか分かりませんけどね。とにかく、そういうこと、議会の議決で決めるっていうことだったらね、こんなものを出す前にね、どうするかってことをね、こんなものっていうのは、補正予算と、債務負担行為の合わせて1億6000万円の支出を出すってこと自体がね、今これ出すって皆さんの了解、議員の了解なんて何も得てないじゃないですか。おかしいと思いますよ。じゃあその2つについてね、市長お答えください。総務長じゃないよ、総務長。まず解体後の土地について、先ほどまだ売却か賃貸か決定してないということも申しました。合わせて、この方法について、現在、旧保険センターと支所を使っていただいている業者にそのまま任意で売却するのかということも決まっておりません。今、市としてはこの更地については公募を今考えております。覚書に対するその議会の議決でございますが、これにつきましては、あそこの土地建物全体を売った場合、その議会の議決の要件に当てはまるということで、この覚書を確認のために記載、覚書に規定をしております。仮に、公募により、官邸の適正な価格で、売却する場合は、面積要件が5000平米未満になりますので、個別の案件としては議会案件ではないと考えています。以上です。以上で新島真也議員の質疑を、すみません、3巻やってないごめんなさいね。3巻の、再質問をお願いいたします。ありません、はい。以上で新島真也議員の質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第31号につきましては、議案付託表のとおり、所管の委員会に付託いたします。